こんにちは、スプラートレーの梅ちゃんとトコちゃんのレイカちゃんに対するドッキリ。ドッキリ。トコちゃんはレイカちゃんのネイルのお客さん、ネイルのお客さんで、はい、トコちゃんがネイルをやりに行くたんびにレイカちゃんのお店にある絵を1枚ずつ盗んでいきます。1枚ずつ、ちっちゃいのから大きいのからバレるまで、レイカちゃんはいつ気づくのか、いつ気づくのか。レイちゃん、今から、はい、神奈川に行きます。タコちゃんが盗むのはさすがにやばいから、じゃあバレないように物を置こうと、はい、タコちゃんが持ってる絵をレイカちゃんのネイルサロンに置いていくみたいな、バレないように。で、どういう風になってるのか今から見に行きたいと思います。お久しぶりです、トコちゃん。あ、どうも、久しぶり。トコちゃん、はい、どうも、ようこそです。なんかデジャブみたいだね。なんかね、何やったんっけ。最初、レイカちゃんのお家にあるアートを全部盗もうぜって話だったけど、そうだけど、それマジちょっとやばかったら捕まると思って、そうなの、まずいなって。まずいよね。まずいなと思って置いてこうみたいな。置いてこうって。でも一発でバレちゃったみたいな。バレちゃったの。一発でバレちゃった。2回戦、2回戦行かなきゃいけないね。トコちゃんあれでしょ、よくうちに行くんでしょ。そうちょっと、ね、内緒だしみたいな。え、本当に。そうおい、折れたぞーっつって苦情の電話。あ、私が今ここで言うの。苦情、あのレイカちゃんに、え、そんなこと言えないよ。ちょっと爪折れちゃったんだけど直せる、うん、みたいな、気を直せる、うん、みたいな電話、うん、直せるって、うん、しよう。もしもし、こんばんは。あ、ごめんね、急に。あ、とんでもないです。今仕事中だよね。ちょっと前に終わりました。あ、本当？実はね、はい、あの爪がちょっと一回剥がれちゃって。いや、マジですか。で、明日、ご縁の大丈夫、自分ので、明日ね、ちょっと大事なちょっと会があって、はい、ちょっと急遽で申し訳ないんだけど。大丈夫です、お待ちしてます。あ、ごめんね、じゃあ、はい、今からごめんなさい、あの行きます。ということで、これからなんかすいません、ちょっと昔ちょっとやってたもんでみたいな。痛みありますか。痛み全然ないんですけど。アクシデント発生、アクシデント発生。すいません、 LINE の電話切ってなかった。 LINE の電話切ってないでサプライズなのに、 LINE の電話でうちの声聞こえてたかもで、レイカちゃんの声で、何じゃあ、ドジっ子な。ドジっ子、そうなんです、本当ドジな。痛み何もない。なるほど。聞こえてた。やばい。めっちゃ面白い。いいね、とこちゃん。ダメなんですよ、そばつけない人なんです。そっか、だからでも。でもよかったね、嘘つける人じゃなくてよかったね。そうだよね、うん、いや、大丈夫、ごまかしてるよ。いや、鋭いもん。確かに、ちょっと頭いいもんね。そうなんだよ。レイカちゃん、なんかアホなふりしてさ、結構頭いいと思うんだよな、俺。泣いてる。え、嘘。何？長野から呼ばれて。じゃあどういうことだって。苦情、どういうことだ。じゃあ、そのお客様の爪どうした？そうそう。爪折れちゃったんだけど、どういう。今から、じゃあ今から苦情に行くわ。え、爪は？爪は？はい、よかったな。本当に？やらかしたと思った？思った。え、あの後さ、電話したっけ、なかったじゃん。これ聞こえてた。あんまりよくわかんなくて、現状が。嘘つきって言って、指痛くない、痛くないですって言ってた。ひどいよね。ひどい。じゃあどうぞ上がってください。じゃあどうぞ上がってください。はい、どこじゃなく、レイカちゃんに絵を盗まれたみたいな。はぁ、マジ？
っちゃったの。そうね、探してたの。多分ね、盗んだやつね、近いやつここにいるから。は？え、なになに、怖い。ちゃんとでも名前書いてあるの。え、何の話してるの。名前書いてあるの。え、盗んでない。盗んでない。なんか見てない。袋を。え、見てない。紫色なの。見たでしょ。後ろにね、イラストが書いてもらったイラストがあるんだけど、なくなっちゃったの。ずっと探してんの、ずっと探してんの。名前書いてあるから絶対出てくると思って。名前書いてある。これだって梅ちゃん当たったんだもん。ほんま大事にね、ずっとあの仕事の時にもこうやって。マジ何なんだよ、何なんだよ。なんかある日突然、なんか視界にふって入ってきて、あ、ここになんかあって、何これみたいな。ここにあったんだ。ここに立てかけてて、何これみたいな、ここで、怖いから触んないでおいたけど、裏にチョコって書いてて、怖い。で俺ね、怖い。なんでなんでさあ、皆さんこの茶番に映ってください。てってれーてってれーてってれー。はい、てってれー。ちゃんが置いたはずなのに、なんか本当に盗まれたのかなって思っちゃった。てってれー。なんだよ、てってれー。ドッキリでした。イエーイ。本当はね、最初ネイル行くたんびにレイカちゃんの絵を盗もうみたいな、マジっていう企画だったんだけど、怖っ。それワンちゃんやばいじゃん。ワンちゃんなくなってさ、しかも知らないでさ、ね、そこちゃん絵盗んでたんだけど、そうそう、いや、なんかできないから、それガチやばいじゃん。そうこれどこちゃん捕まったらめっちゃウケんだけど、そうそうそう、やばい。で、急遽置くかみたいな。置いたすぐ直後に、何なんと、レイカちゃんから知ってるって言って、え、そうなの、ゲームで、そうそうそう、嘘ゲームで来て、どう、知らない、知らないって超言い張ったよね。本当言ってた。何これ。俺は知らない、俺は知らない。ドッキリ大成功。ドッキリ大成功。ビビった。ビビったわ。ということで、スプレーアテリヌメちゃんとメルちゃんとトコちゃんとレグリさん、アディオスアミゴ。